アンサンブルスターズミュージック。その日、僕は生まれて初めてアイドルを見た。最初に感じたのは光。何かが爆発したかのような、キラキラした輝き。だから眩しいと思って、僕はバカみたいに悲鳴を上げて身構えた。すると舞台の上で歌っていたアイドルがこちらを見た。錯覚かもしれないけど、目と目が合った。その時僕は無数のサイリウムが輝く観客席どころではなく、一つの光も差し込まない真っ暗な通路にいたか。輝きが満ちた舞台の上からでは何も見えなかっただろうに。アイドルは僕を見つけて笑った。そして歌いながらこちらに手を差し伸べた。でもその時僕は人生の全てに疲れ果てていて、夢も希望もなくて、自分は暗闇の中にいるのに、アイドルたちが輝きの中にいるのが憎らしく羨ましい気がして、一瞬だけその手招きするようなアイドルの仕草を無視してしまった。けれど一秒後には我慢できなくなって、僕は思わず手を伸ばして。プロデューサー、君は？お、ともあれ、
ゃあ。よーし。君は
しいね。いや、僕は願いを叶えてみせよう。僕たちの望む夢の先へ。いいね。さあ。そう。そうだね。おっと。
有意義に使おう。君は、素晴らしいね。へえ、おお、僕は願いを叶えてみせよう。僕たちの望む夢の先へ。いいね。さあ。
あ。そう。そうだね。おっと。うん。
ロデューサーちゃんの特権だね。プロデューサーちゃんの特権だね。来てよ。君はアイドルか？君はアイドルじゃない。アイドルなんだけどな。君
ちょっと寝ぼけてるっぽい？ごめんね、気持ちよさそうに寝てたのに無理やり起こしちゃって。でもさ、ほら、さっきから君が万力みたいに握りしめ握力がすごいのを自慢したいなら好きにすればいいけどさ、あざとか残ったら困るから手離してくれる？ん？ああ、これは失礼した。申し訳ないよ。でも決して君を傷つける意図はなかった。深く君ラブーイ。気に触ったならその点も謝るよ。一応文献を調べて勉強したんだけど。ううん、謝るほどのことじゃないよ。気にしない気にしない。君は華奢だな。ちゃんとご飯を食べているのか？ん？俺好き嫌いが激しいし、一応体型維持のため食べるものは選んではいるけど、まあ部屋にいるってことはアイドルなんだろうけど、見たことない顔だよね。新人？俺アイドル番組とか情報サイトとかは逐一チェックして、単なる迷い込んできた不審者？恐ろしげな。アイドルは決して口にしないよ。とかなんとか。アイドルは殺す。アイドルは必ず滅ぼす。とかなんとか。どんな夢を見てたのかな。本人に聞いてみようかな。ねえ、君って。ああ、これは申し遅れた。僕は天城ヒーローと言うんだよ。天城が名字でヒーローが名前。君の名前は？自己紹介もせずにおしゃべりするのは無礼だったな。俺、白鳥アイラ。なんかよくわかんないけど。うむ、白鳥アイラと言うんだな。覚えたよ。綺麗な名前だ。どうか、僕の友達になってほしい。はい。いや、別にダメじゃないけど、意味がわからないっていうか、初対面だよ。君はなんでそんなグイグイ距離を詰めてくるのかな。もしかして俺のファンだったりする？いや、僕は友達というものが何より大事だと信じているだけだよ。大事な宝物はいっぱいあった方がいい。アイラもそう思わないか？下の名前で呼び捨て、それも別にいいけどさ。田舎から来たみたいなこと言ってたけど、都会ではそういう慣れ慣れしい態度は嫌われるよ。空気読めないとか言われてさ。そんなんだから君もこの部屋に呼ばれたんじゃない？
うざがられちゃったんだよ、多分。お？よく理屈がわからないな。詳しく説明してほしいよ。いや、俺もネットの噂話みたいなのを見ただけだから、勘違いだったらバカみたいだし、事実だったら悲しすぎるから言いたくないな。言ったらなんだか本当になっちゃいそうだもん。言えば本当になるのか。とか。じゃあ僕も大声で言ってみよう。君と僕は友達だ。いやいや、何なんだろう、君と喋ってると疲れ。いやいや、あの家の赤の他人だから。もう疲れるよ。よく言われる。なんでだろう、僕は普通に喋ってるだけなんだけど。とにかくどうしてもダメか、アイラ。僕とは友達になってくれないのか。その可能性は 1% も存在しないのか。あ、悲しい。僕の胸は張り裂けそうだよ。あー、もう鬱陶しい。わかったわかった、友達になってあげるから。やたら迫ってこないでよ、暑苦しいな。そうか、友達になってくれるんだな。僕はとても光栄かつ幸福に思うよ。ああ、アイラ、わ、さて、うん。